振り替え公演とは、コンサートや演劇、公演会など一般講習に対して、音楽や演劇などを公行するイベントが、開催予定日に出演者の休秒、もしくは主催者側の事情などのため公演を中止し、延期となった場合に、その延期日程の日時に開催予定日とほぼ同じ内容で行う公演のこと。多くの場合、同じ会場にて日程を調整して、 改めて行う場合が多いが、会場の空き状況や、その他の事情によっては、当初の開催予定会場が変更になったり、あるいは開演時間が変更になったり、曜日が変更になったりする場合もある。一般に、本来の開催予定日のチケットは延期で振り替え、公演になっても、振り替え公演時にそのまま有効になる場合が多いが、延期日程がかなり離れた時期の場合は、 一旦全員を対象に払い戻しを行う場合もある。また、不都合があり振替公演に来場できない場合も、払い戻しの対応も行われるが、この場合、他の地域会場への変更はできない場合がほとんどである。なお、チケットの払い戻しは公演中止の場合は、約1ヶ月間の期間で受け付けている場合が多いが、振替公演で不都合のある方の場合、払い戻しの受付期間は、 1> 約一週間程度と短い場合が多いので注意が必要である。ありがとうございます。